それではお三方目、今日は吉川幸雄さんにお願いいたします。吉川さんは20年代に音楽情報誌ロッキーオンを創刊され、その当時出版された林先生の情報化社会を読んで、非常に感動され、林先生に長文の手紙を出しました。それ以来飲み仲間として偶していただき、仲間と森を見る会を作って晩年まで飲んでおられました。本日はそういった林先生の若い仲間、飲み仲間のグループがたくさんございます。その仲間をのグループを代表して、デジタルメディア研究所の所長吉川幸雄様にご挨拶をいただきたいと思います。吉川様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは、森を見る会の吉川でございます。よろしくお願いします。僕はここにお集まりいただいている皆様は、戦後の社会の骨格を作られた最前線で活躍された人ばかりだと思います。僕はちょっとはみ出してるんで、ただこういう人間もですね、林先生と、お付き合い願ったと、林先生のキャパシティの広さを見せるためにお前出ろということで、ここに今います。で、今ご紹介いただいたように、私は70年代学生時代にですね、ロックっていうものにハマっちゃいまして、ロッキングンという音楽雑誌を仲間と集めて作りました。で、お金がないんで、日暮里の社食屋に社食を覚えてですね、自分の家で、ロック雑誌を作ってました。で、雑誌をやりながらですね、メディアとは何かとか情報化とは何かという問題意識を持ちまして、たまたま読んだ本が、林先生の情報化社会、講談社の、本でした。で、読んでもう一読してびっくりしちゃいまして、僕がこれから考えることが全部書いてあるとこれはずるいぞと思って、それも1969年に、出された本で、その本が20年ぐらい、ロングセラーで売れ続けた本なんですけども、その本読んで、私は手紙を書きました。今ならメールとかツイッターでやるんでしょうけども、当時は郵便で、何度か書き直してですね、書きました。そしたら林さんの人から電話がありまして、林が会いたがってると、びっくりしました。そういうの何とか書いたことありますけど、著者から、会いに来いって言われたのは初めてなんで、で、私はその当時は林先生がどれだけ偉いかも、知らないとですね、単なる著者と思って、僕はロック雑誌の編集者だったんで、ボロボロの格好でですね、三井ビルの戸田財団に行きました。専務理事やってらしたことです。そしたら、林先生、ニコニコって言われて、お、決めたとかっつって、一杯やろうということでですね、そのまま西口の焼き鳥屋に連れて行かれて、お話をしてですね、そこから付き合いが始まりました。親子ほど違いますけど、30数年間、全くですから多分皆様とは違う位相だと思うんですけど、たまに会って飲んだり、ご馳走だって言うんですけど、飲んだり食ったり、雑談したり世間話したり、あんまり本格的な話よりもむしろ雑談とか世間話が多かったんですけども、そういう話をさせてお付き合いさせていただきました。で、これは80年代84年ぐらいだと思うんですけど、こういう話を聞きました。当時事件がありまして、これは学校の先生がですね、東京の郊外の学校の先生が、子供を刺したっていう時期があったんですね、ナイフで。で、なんで刺したかというとですね、その先生はすごく真面目で堅物で融通きかなくて、コミュニケーション能力がなくてですね、いつもその生徒にバカにされた。末子の先生でしたからね、バカにされてたと。で、ある日そのバカにされたものが我慢できなくなって、管理袋の方が切れて、買ったナイフで生徒が切ったっていう大事件が起きたんですね。で、林先生そのことに着目して、いろいろ調べたら、実はその先生がハム無線の名士だったと。ハム無線の中ではすごい有名人で、コミュニケーション能力がものすごくあってですね、みんな人気者だったと。ところが現実の世界では、一種オタクというか引きこもりのね、そういう人だったと。で、吉川君、これはやっぱりこの先生の方が未来の人間だぞと、
高校生より先に住んでるぞと言ったことを覚えてるんですね。で、まあ、その後僕も本を何冊か出して、一番初めに出した80年なんですけども、まあ、会ったばっかりの頃で海のもとも山のもともわからない僕にですね、推薦本を書いてくれました。でそれ以来僕は林先生と一緒になんか仕事をしたり大きなことを やったことは全くないんですけども、僕が何か本を書くと、大事な本を書いた時は必ずゲラを持って林先生に見ていただいて、で推薦をいただきました。もう80歳になっても推薦を書いていただきました。まあ、そういう関係でですね、長い個人的なお付き合いをさせていただいたんですけども、まあ、80を過ぎて、まあ、90になった頃ですかね、林先生のことをもっと僕のうちの若い連中とかいろんな人に、見せたいという気持ちになりまして、日本財団でちょっと勉強会1回講演会やってやりました。でそれが結構反応良かったんで、その辺のメンバーを集めてですね、森を見る会とを作りました。森を見る会ってのはどういうことかというと、林先生が当時ですね、口癖のように言ったのが、近頃の学者っていうのは木を見て森を見るって言葉あるけども、木も見ないで枝とか幹とか根っことかどん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 細かい方に入っていっちゃうと、それは良くないというようなことをいつも憤ってましたんで、じゃあ一番大きなところは森を見ましょうと、そういう全体を見るようなことを考えましょうということで、森を見る会というのを発足しました。で林先生はもうかなり、ご高齢でしたけども、まあ、定期的にですね、たまたまこのビルの13階にリクルートが入ってまして、そこの社長がメンバーだったんで、リクルートエージェントを作って、ここの会議室借りてですね、定期的に林先生癒して、僕らはそれこそ高校生からですね、大学生から OL からいろんなのを集めてですね、林先生の話を聞くというようなことを、非常に贅沢な時間を過ごさせていただきました。で去年311の地震がありまして、心配になってですね、光さんにお願いして、一度去年の6月でしたかな、林さんの家に、訪問させていきました。入るや否やですね、塚原君、僕は死ぬ気がしないんだよってでっかい声で言われまして、あそうですよねっていうことをお返ししたんですけど、僕は人の一生っていうのは生まれてから死ぬまでじゃないと思ってます。僕の考える人の一生というのはですね、人が生まれてから死ぬまでに出会った人間が全て死ぬまでだと思ってます。ですから僕は僕が死ぬ限り、僕が生きてる限り、林先生は僕と一緒に生きてますし、林先生の思いや考えや志は僕の中で生きてます。多分皆さんも一緒に生きてたと思うんですね。で僕は最後の林先生の、テーマは社会的ソフトウェアという問題でした。でこれ社会的ソフトウェアというのは何かというと、まあ、社会的に情報化社会はハードウェア的に完成したと、ところがやっぱりソフトウェア的にはすごく未熟だと。先ほど言いました、高校生が切ってしまった学校の先生、先生がそういうことをいかないやらないで済むような、多分社会的な、人間関係の新しい作り方とか人の生き方とか、そういうものがないと社会はどんどん情報化になって、どんどん人間が追い詰められてしまうと。そこの危機感をものすごく感じて、そこの問題は林先生も僕らも全くどうしていいのか分からなかったんですけど、この一番分からない問題をですね、これから僕らは引き続き林先生と一緒に考えていきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。